おはこんばんちは、ちゃんまつ .com です。せっかく419系を作ったので、今回は、一面二線を持つ地上駅である、北陸本線の西金沢駅を、プラレールで再現してみたいと思います。では、行きまーす。まずは、一面二線の駅を再現します。かつてあった、伏線も、再現します。さらに、線路を拡張します。金沢方面に、レールをつなげ、西川の鉄橋を再現しつつ、レールを伸ばします。福井方面にも、レールを伸ばしましょう。踏切を設置し、各種ポイントレールをつなげ、線路を伸ばしていきます。あとは車止めを設置し、跨線橋や信号機を置いたら、完成です。どうでしょうか？西金沢駅ができました。それでは、車両を置いてみましょう。いかがでしょうか？北陸本線の西金沢駅ですね。他にも、再現してほしい駅がございましたら、コメント欄に、よろしくお願いします。それでは、走行動画の前に、北陸新幹線の、回送用の線路を、組み立ててから、本編、始まります。